皆さんこんにちは、ペーマンギャルポです。今日は国内の問題を 2,3 話をして、あと国際問題についてちょっと話をしたいと思います。国内の問題としてまず一つ、最近僕ちょっと気になっているのは、私もそろそろ70になって、電車乗ってもですね、すぐ席を空いているのを見て、なんとか座ろうというような、そういう年齢になりました。でそこでですね、電車の中で優先席っていうのがあるんですけど、優先席には、妊婦とか、あるいは高齢者とか、あるいは体の不自由な人とか、そういう人たちを優先するというような、ちゃんと図でも書いてるし、文字でも大きく書いてあって、おまけでこの前見たら床にも書いてますね、電車の中の。ところが見てるとね、座ってるのはほとんど若い人であります。でそれを考えるとね、やっぱりその日本は識字率高いと言っても、人たち文字読めないのとそう変わらないんじゃないかという気がするわけです。おそらく私が日本に来た頃は、学生とか若い人たちは進んで、高齢者とか、あるいは妊婦とか、そういう席が必要とするものに対しては席を譲るという文化があったと思います。ところが最近は今申し上げましたように、文字を読めてもですね、そういういろいろ書いてる注意事項とか、そういうことを全く無視している人が非常に多いです。でそこで考えるのは2つ。一つは文字の意味というか、そういうことをよく理解してないというか、注意してないんじゃないかなという気がするんです。例えば私たちの国では今国語はというか、それぞれの母国語、チベット人にしてもモンゴル人にしても、あるいはそのウイグルにしても、で最近は中国では福建語とか広東語まで禁止して、いわゆる北京語に統一しようとするような動きがあるわけです。で一方日本では政府によって、あるいはそういうその他の国の圧力によって、その日本の国語を弱くするようなことはないにしてもですね、自ら放棄しているということが一つ気になっていることです。もちろんですね、歌なんか聞いてもですね、私自身今の若い人たちからするとちょっと古い人間かもしれないけど、歌一つにしても完全に初めからに終わりまで日本語使っているのはあまりないし、それからテレビなんか見ても評論家たちもですね、いろいろ難しいことに関しては外来語を使っておりますね。でかつて日本は一生懸命明治大正の時代においては外国のさまざまな言葉を、これ民主主義もそうですけど、一生懸命日本語に訳して日本人が分かるようにやっていたと思うんです。でですので今はですね、日本のこの見てると非常に国語を軽視しているということが痛感するわけです。また聞くところによると、私たちが、私たちっていうのは今70代の人間ですけど、が小学校中学校でだいたい国語の時間見つかった時間と今比べたら70時間ぐらい少ないらしいです。そういうことでですね、私はもうちょっと日本もですね、国語の時間を大事にして、そして国語をもうちょっと力を入れてやることが本当に国の発展のために必要ではないかと思います。私のこのような意見に賛同される方もしおられましたら、今国はですね、いろんな新しい法律を作ったり、新しいことを一生懸命考えてやってますけど、もうちょっとですね、その前に
日本の古来の、言語文化などをですねちょっと見直し、そして、何をやっぱり失ってはならないかということを、そういう区別をしてやることが国策としてやる必要があるんじゃないかと思います。このYouTube を見て、皆さんもちょっと考えていただいて、またできれば特に今ちょうど中間選挙、地方選挙などもやっていますし、政治家たちもですね今だったらいろいろ皆さんの意見を聞いてくれると思いますので、それぞれがですね、自分の地域の政治家にもですねもしできれば電話一本して、国語の充実を訴えることが、私は国守り、もちろん今ですね政府は防衛関係にする新しい、文書を作ったり、あるいはその防衛費を 増強したりしていろいろ努力してますけれども、何よりもまず自分たちの根幹である根本的なことのところでのその国語を守るということをぜひやってほしいということが本当に思います。例えばチベットなんかにおいてはもう5歳から親から切り離してなるべくですね、北京語しか教えないというようなことがやってるわけですから、それともう一つ日本では最近多分ですね、おじいさんおばあさんと一緒に住んでる人も少ないのではないかと思います。ですから本当にね今まで私たちが何千年何百年、継承してきたそういう文化言葉の中に入っている私たちの魂のようなものを、何とかですね伝えることに努めるべきだと思います。これは国だけではなくて私たち国民一人一人がやるべきことではないかなというような気がします。ちょっと私の個人的な、感情も入っていますけど最近ですね非常に気になっているものですから今日このテーマを選びました。ちょっと短いですけどこの重要な問題に対してぜひ皆さんもちょっと考えていただければと思います。今日は以上です。ありがとうございました。